サイ山田バサラヤイビン、ハイサイ竹原ピストルライディーン、かっこよく言わないでヤイビン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 、なんどういう意味ですか。うちのうちで山田バサラでございますってヤイビンですよっていう、ライディーンピストル、昨日ジュライさん、うん、楽しかった、初めてめっちゃ良かっためっちゃ良かった、雪色さんと出会ったなっていうこんないい店久々出会って語弊があっちゃいけないけどすごいめっちゃいい店でした ね、なんか最初から最後まで楽しかったね、楽しかった、お客さんも最高で、はい、うん、なるほど、はい、僕もピストロジュライにねお招きできてよかったです、はい、はい、本当に、はい、ニアもまあまあいいらしい俺は最高ライブ、ニアまあまあです、昨日もハブられた、俺は人気ですが人気がありますピストロ、はい、それとそのちょっと遡ると、はい、昨日のお昼はあの、うん、僕がお世話になってる社長のパーラカヨちゃん、社長の奥さんのお店に行きましたけど、うん、いたパーラカヨちゃんはどう、あれはやっぱり昨日のライブの MC でも言ったんですけど、うん、やっぱりもう本場のもう地元の人の本気の内な口が聞けたのがすごい楽しかった全員ね、ほんとやっぱ聞き取れないし、そこでやっぱ旅を感じるというか、で、お弁当、かよちゃん弁当っていうのを食べたけど、ね、そのもう、うん、沖縄といえばの、うん、料理がこう、ふんだんに盛り込まれてるじゃないですか。ゴーヤとか、ね、ゴーヤとか、いろいろ。あれが嬉しかったですね。ねえ、うん、よかった。なんかもう大好きなんでね、うん、パーラーかよちゃんも、もうピストルすごい応援してるんで。俺のこと大好きで、ニーヤのことはそうでもない。俺が好きだから。2人とも俺のことで。で、今日は、泣き人行きます。泣き人も久しぶりじゃない、久しぶりねえ、もう10年はならない、うん、でもならないけど結構久しぶりねえ、うん、だから結構みんな今日はお祭り、俺お祭り気分でとっても楽しんでるみたいなので、はい、最高のライブにしましょう、最高の絶対盛り上げます、はい、はい、もうニアはそんなに盛り上がらないいつもそんなに盛り上がらないですけどすごい盛り上がりましたよ、すごい盛り上がりました、怒られるな俺のファンが見てます YouTube 一応いるからファンも、ね、失礼しました、はい、まあ、こんな感じでじゃあピストルいつも今日も一位出たこと覚えてる、昔覚えてない覚えてないのか、覚えてない、すごいね、疲れてたもんな、なんかあるの決まりの終わり、今日も一日サラバンジーってことで、サラバンジーっての絶好調っていう意味だから、はい、行くよ、今日も一日ライディーン、サラマンディー、サラマンディー、コサブロ、この島で生まれる未来をサラマンジ、太陽が照らすあなたの笑顔、波風とともに舞う鼓動に心を揺らして一つになる。